例えば、この間ブラジルみたいな、あのレベルの相手の時に町の使ってどんぐらいやれるか見たいですけどね。で、それでよかったら別に J リーグの選手でそんな数字残しなくても、それはもうチームの問題とかいろいろあるから、香港相手にできるのは当然だろうからさ、で、海外移籍がないにしても、シンデレラボーイになる可能性もある選手だと思いますからね。あ、上田も180、あれなんだ、3はあるんだ。上田もいい選手ですよ。上田より町野というより、大迫が今こういう状況ない以上さ、新しいセンターフォワード必要じゃん。ってなると、そこに食い込めるレベルだと思うんですけどね。アメリカか、絶妙だな。アメリカのセンターバックって誰だろう。あ、フランスもあるんだ。その辺でちゃんと使ってみたいね。フランスはまだ決まってない。ああ、はいはいはい。あ、でも確かにポンデマルク言うとおりそうだね。あの時も言ったけど、守備を工夫できるんだよね。スピードとか。ただ守備やらされる選手と、ちゃんと守備で貢献しようとする選手の差が、その後者なんですよ。ちゃんと、この寄せ方とか、このスピードの上げ方でいくと相手嫌みたいなさ、そういうのをちゃんとやれるよね。ね、ちょっと勘違いしてる人いそうだ。もう一回言っとくと、今のさ、だからそれこそ上田が海外行った理由もそうだけど、J で結果残しても、森保さんってそこでさ、使ったりとか、あと、このタイプでこうだからこういう風に組ませてとか、オシムさん的な考えとかもないじゃん。なると、シンプルに相手強い中で結果残せるかみたいな見方なんですよ。とか、足速いとか、一人で剥がせるとか。それはもう人選見ててわかるじゃないですか。だからキープできるとか。ってなった時に、町野が香港相手に活躍できても、まあ、ここではやれるんだぐらいで終わるだけだから。で、このまま J に残って、30点、40点取ったらまた違うけどね。でも、それなりの数字の残し方しても、序列変わんないから、今、代表行ったり、海外行った上田綺世とか、そういう選手と。ってなると、海外行って活躍するのか、行けないとしても、日本代表で呼ばれた時に、相手強くなって数字残したりとかすると、序列変わるよねって。で、その相手が、まあ、この間のブラジル代表みたいに、ガチで来てくれる代表チームのレベル高い、ヨーロッパトップレベルでやってる選手はセンターバックでいると思って。今の理論は大体わかるでしょ、みんな。貫いた自分掴む。